こんにちは、トバログです。いや、今回はですね、このロジクールから新たに発売されたばかりのこの左手デバイス、これめちゃ面白くないですか？こっちのキーパッドの部分とダイヤルがついてる部分、2つに分かれてるユニークな形状なんですけど、これ結構ね、面白く使えそうな感じなので、今回はね、この MX クリエイティブコンソールについて、どういう風に実際に使えるの？普段のルーティンワークとかにどういう風に生きていくの？みたいなところを紹介していこうと思います。トバログはね、結構動画編集もう5年ぐらいずっとやってるんですけど、本当にいかにこの動画編集の時間を短縮できるかっていうのが結構ね、個人の YouTuber だとかかってくるところなんですよね。まあ、そういうね、編集するためのツールってキーボードとかマウスとかいろいろあるわけなんですけど、圧倒的に時短が、まあ、実現するのがやっぱりこういう左手デバイスだと僕は思ってるんですね。本当にあるのとないのでは 200% ぐらい時間の効率が変わったりすると思うので、こういう風に設定したら結構面白い使い方できたよみたいなところを紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで今回紹介していくのが、ロジクールが新たに発売したクリエイター向けツール MX クリエイティブコンソールについて紹介していこうと思います。これ結構面白くないですか？なんかね、この2つで1つみたいなデバイスになっていて、このね、表示が切り替えられるキーパッド部分と、あとまあこのダイヤルが大きいのが特徴なんですけど、ダイヤルとボタンがついているダイヤルパッド、これ2つで1つなんですよね。結構これいいなと思ってて、なんかね、例えば普段の作業だったらこっちだけ使えばいいし、まあ、動画編集する時だったらこっちだし、まあ、両方ね使いたい時もあるよねみたいな、そういうね、人によって結構使い方って変わると思うんですけど、そういうのがね、柔軟にこう使い合わせてくれるツールかなと思います。このね、2つで1つっていうスタイルは結構新しくて、どういう風に使えそうなのか本当に楽しみです。そして何より一番いいのが、やっぱロジクールがこういう左手デバイスを出してくれたっていうところですね。結構ロジクール製品って割とユーザー多い気がしてて、僕もね、まあ、こういうキーボードとかマウスとか普段から使っているんですけど、そういうのがこのね、ソフトウェアロジオプションズプラスで一元管理ができるんですよ。結構ね、左手デバイスも専用のね、管理ツールとか出ているんですけど、そういうね、ソフトウェアいくつかダウンロードする必要がなくて、これまで使っていた、まあ、ロジクールのこのソフトウェア上でね、まあ、一元管理できるっていうのが最高に楽ですね。まあ、ロジオプションズプラスはね、ソフトウェアも結構使いやすいので、そのね、エコシステムの中にこのニッチ領域であった左手デバイスが巻き込まれてくれるっていうのが、まあ、一番嬉しいところかなと思います。っていう感じですね。まあ、価格と発売日はこんな感じで、カラーはね、このホワイト系のものとブラック系のものの2色展開されています。いや、こういうニッチ分野でちゃんとこの、見てくださいよ、このホワイトとこのライトグレーの2色展開、この無塗装というか余計なシリコン加工みたいなのが入っていない点がめちゃくちゃ嬉しいです。というわけで、それぞれちょっとじっくり見ていこうかなと思います。まずやっぱダイヤルパッドですね。ダイヤルパッドはこの大きなホイールが特徴的で、このね、左右に回る感じのホイールと縦にスクロールできるタイプのホイールが備わっています。結構クリエイティブツールってこれでね、拡大縮小したりとかタイムラインを移動したりとか、そういうのがね、多くなってくるので、そういったところをこのマウスじゃなくてこのホイールでね、まあ、直感的に行えるっていう点がポイントですかね。で、かつね、ボタンが4つ備わっているので、ここでこうやってね、調整した後に、例えばショートカットを割り当てて、ここで再生停止したりとか、まあ、戻るボタンにしたりとか、そういうのができるようになっています。こちらはね、 Bluetooth 接続3台までできるようになっていて、よいしょ、電源は単4電池2本ですね。かつ電源はスライド式になっているので、このままカバンの中に放り込んででも誤動作しにくそうなところが嬉しいポイントです。で、結構ね、インパクトあるのがこちらのキーパッドだと思うんですが、キーパッドに関しては9つのね、ディスプレイが備わったボタンがついています。キーの数自体はそんなに多くないんですけど、このね、ページ送りボタンを押すことで、このね、9つのキーの割り当てを変えることができるんですね。いわゆるキーボードだとレイヤー分けに近いような考えがここで行えるようになっています。この辺はちょっと後で実際にどういう風に設定するのか
詳しく紹介していきたいんですが、例えばプレミアプロとかアドビのツールとかだとね、こういう専用のアイコンがあって、この色とかもね変わったり可愛い感じなんですが、こういうので動画編集をするときはまあこれになったりとか、あとは別でこの Chrome を開いたらさっきのね一番最初のデフォルトに戻るみたいな、こういう使い方ができるのが結構いいなと思います。でさっきのねダイヤルパッドは無線だったんですけど、こっちのキーパッドに関しては有線で接続するタイプですね。それによってまあ電池とかバッテリーも必要ないので、めちゃくちゃ軽くなって持ち運びもしやすいような感じになっています。で実際にこの2つを使ってもう少しちゃんとセットアップしていこうかなと思います。はい、というわけで早速ねソフトウェアロジオプションズプラスを用いて、まあ、どんなことができるのか、どういうことが設定できるのかみたいなのを簡単に紹介していこうと思います。まあチュートリアルじゃないんでサクッとちょっと紹介していく感じにしたいんですけど、まあこんな感じで常にトバログ、まあ、自分仕様に改造しています。いやこれ結構いいなと思うのが、こういう風にねビジュアルでそこのボタンに何を置いたかがすごい分かりやすいところですね。今はこの、まあ、メインのやつでやってるんですが、プレミアプロとかにするとこういう風にね、まあ、それぞれこういう風に選べたりとか、アフターエフェクツだとこんな風にキーのパッドは完全に色とかスタイルが変わるんですよ。今のところまあアドビが多いんですが、その中からこういうねアクションとかが選べるようになっているのがかなり熱いポイントかなと思います。まあどんな感じで使えるのかっていうのをちょっとこの空欄のページで紹介していくんですけど、結構こういう風にねいろいろな設定項目があります。音の再生とか、まあ、そういうねいわゆるよく使う系のなんかマネジメントツールはもちろんなんですが、このファインダーとかがねちゃんと別で用意されてるのめちゃくちゃ嬉しいんですよね。意外とこのファインダー開くボタンってショートカットで実現しようとすると難しかったりするので、そこがあるのが嬉しいのと、あとまあファイルって書いてあるんですけど、ファイルとかフォルダーもこれ自分のね好きなものとかを自由にここでねパスを設定して開くことができるんですよ。これで例えばよく使うねフォルダー、会社のなんかロゴマークとかが入ってるようなところとかを指定するとワンタッチでねそれが呼び出せるとか、その辺が熱いですね。でアプリケーションに関してもこんな感じでいろいろね自分の今インストールしているアプリケーション大体こうやって選ぶことができます。あとはまあ細かいところがたくさんあるんですが、キーボードのショートカットとかテキストをね、まあ、定型文貼り付けとかそういうのがね結構できますね。あと意外と面白いなと思ったのがこの日付とかを持ってくると常にここにね日付とかが表示されるようになったりとか、まあ、このね月の満ち欠けとかそういうのができるようになるのも面白いですね。マクロもねこうやってどのページを実行してどれを開くかとかそういうのもね全部組めるみたいですね、こうやってアクション追加とかで。で基本的にねこっちのボタンに対してこのねアクションって呼ばれるこういうところからこういうのをね持ってきたりするとその時点でもう使えるようになるっていう感じなんですけども、まあここで一個一個やるのもいいんですが、一番最初は多分ねプロファイルを追加していくのが楽かなと思います。このプロファイルに関してはねまだ現状発売されたばかりなのでそんなに数は揃ってないんですけど、マーケットプレイスっていうのがあるんですよ。そこを押すと現状このロジオプションズプラスで使えるこのねプロファイルをこういう風にねマーケットプレイスで公開してるんですよね。現状はねほとんどアドビツールのみで使えるような形なんですけど、この辺はねどんどんいろいろなツール追加されていくらしいので結構楽しみです。個人的にはこのプレミアプロとライトルーム使うのでそこをねダウンロードしています。あとプラグインっていうのも一応あって、こういうメディアプレイヤーのねオンオフとか Spotify とか Apple Music とかそういうののね再生停止ボタンとかを専用の、まあ、アイコンで用意するっていうそういうのもね出ていますね。それらをダウンロードするとソフトのままさっきみたいにねこういう風に使えるようになっているので、ここでね自分の好きなようにこうやってカスタマイズしているわけですね。まあ、ちょっとねチュートリアルみたいにしちゃうとすごく動画が長くなっちゃうので簡単に紹介なんですが、まあ、ここで画像のカットとかでここでねちょっと前方の方を再生点からトリムとか、こっちもね、まあ、リップルトリミングとかっていうのでプロファイルをまずは選んでいって、ないものに関してはこうやってねツールごとに自分で好きなものをこうやって選択して、そのアプリを開いている時用のねプリセットみたいなのも作ることができるので、その辺をまずはね考えながらこのプロファイルカスタマイズしていくのがいいのかなと思います。で現状ねトバログの設定だとこういう風にねテキストがバーンって出てきてるパターンがあるんですけど、これに関してはこうやってね押してアクションボタンをこうやって設定していくと自分でこのアイコン
どういうふうに表示するかとかが選べるようになってるんですよね。まあ、背景は赤にしてこういうふうにすることもできるし、このねアイコンライブラリーっていうのが出てきて、例えばここで YouTube とか検索すると YouTube 用のねフリーアイコンとか無料有償いろいろあるらしいんですが、そこでアイコンが選べるようになったり、あとはねこういうふうに自分でアイコンをダウンロードしたところからこうやってねアップロードしてこう使うとかもできるようになるみたいです。こんな感じっていう感じで、現状はまだねそこまで設定できることは多くないんですけど、まあ、フォントがどうとかフォントの太さとかね、まあ、そういうのはねできないんですが、だんだんこの辺も人が増えてきてアプリがね洗練されていくとかなり使いやすくなってくるんじゃないかなと思っています。で続いてがこのダイヤルパッドなんですけど、ダイヤルパッドもねローラーの動かす速度とかそういうのがね変えられるようになっています。ここで何のやつを選ぶかとかそういうのがねできますね。でボタンをカスタマイズしていくとこれもね結構細かく設定できるんですよ。デフォルトのプロフィールだと縦のスクロールと横のスクロール、あとまあエスケープボタンだったり、例えばスクロールは結構ね動画編集とかで割と使うので、まあ、これでねタイムラインの横スクロールだったり、ここでまああのタイムラインの拡大縮小とかね、でここで再生停止、まあ、2倍速再生でリップル削除とかそういうのを割り当てて、カット編集の時はある程度こっちでもいろいろとねカットしやすいような感じで今は設定しています。でこのロジクールのデバイス結構ユニークだなと思ったのが、アクションズリングっていう機能があるんですね。それは何かっていうと、ここに今機能を割り当てているんですが、これをポチッと押すとこのマウスカーソルがある位置に対してこんな感じでリング状のね、まあ、意味が変わってくるこのボタンが表示されるんですね。でこれを例えばこのボリュームボタンにホバーするとこのアクションリングのこの機能が変わるんですよ。これ結構面白くないですか。こんな感じすごくない、これこんな感じで、これソフトウェア上でちゃんと制御してるのすごいなって感じなんですけど、もちろんね普通にこのまま、まあ、カーソルでボタンカチってやる機能も備わってるんですが、この辺もね各種プロファイルとかで、まあ、機能面変えられるみたいなので、ちょっとね、まあ、使ってみようかなと思います。これ結構ねすごいなと思いますね。カーソルがこっちに来てもちゃんとカーソルの位置に、まあ、ホバーしてくれるので、なんかこれまでただのね目印だったカーソルがこんな感じで拡張される感覚があります。っていう感じでいろいろと設定するんですけど、実際にね使っているシーンを見ないとわからないというところで、ここからはちょっと実際に使っていくシーンを紹介していこうと思います。はい、というわけで早速紹介していきます。まあ、今回ね手の配置はこんな感じですね。結構まあ左手デバイスこういう風に使ったりもするんですが、割とカット編集とか初期段階はあんまりキーボード部分は使わないので、まあ、MX クリエイティブコンソールをこんな感じで自然な肩の角度に開くようにこういう感じで配置していることが多いです。まあ、この辺時々ねこうちょっとずらしてみたりとか、あとまあ逆にね逆さにしてもいいのかなとかいろいろ試したんですが、まあ、結局のところこっち側にね、こうやって配置するのが個人的には使いやすかったですね。人によってはまあこっちに置いてこう使った方がいいっていう人もいると思うんですけど、トバロが一旦この配置になっています。というわけでこの MX クリエイティブコンソール、 Adobe のツールだったりプラグインとかプロファイルに対応しているので、せっかくだからね、まあ、Adobe のプレミアプロを使って紹介していこうと思います。ちょっとね余談なんですが、今回ね MX クリエイティブコンソール購入するとこういうね Adobe のクリエイティブクラウド3ヶ月間使えますみたいなこういうのがついているので、まあ、今まで使ったことない人でもこれでねお試しできるかなと思います。編集画面を見るとこんな感じで、このねダイヤル部分をこうグニグニとやるとこのタイムラインの拡大縮小ができるようになっていて、でこのね左右にこうホイールがあるんですが、これで1フレームじゃなくて5フレームごとにねこうくるくるっと回すとこう移動するようにしています。こんな感じでこの再生バーの移動は結構ね、まあ、こっちのマウス部分もよく使うんですが、まあ、この辺のね拡大縮小とか、あとまあ細かいところのこういう行き来ですよね。そういうね細かい調整でダイヤルパッドとかはかなり効いてくるんじゃないかなと思います。基本的にはねこの再生停止ボタンと、あとまあ2倍速再生で編集していることが多いので、2倍速でこんな感じで移動する感じですね。でトバログだいたい波形を見ながら編集していくので、この波形で、まあ、音声が始まるところで一旦ここはねバリ取りみたいな感じですね。ここはもういらないのでこれでリップル削除
除を押したりとかで、また再生を続けていくとこんな感じで、あ、もうこれ喋ってるけどちょっと言い間違い多いなみたいな、ここはね言い間違いのポイントだったりするので、ここでまた編集点を追加して、で実際には音声を聞きながら進めていくんですけど、ここからここまで同じこと言ってるなっていうポイントで、このね再生ヘッドから後ろの部分をカットとか、こういう感じで、まあ本当に粛々とこうカット編集をしていくわけですね。ところどころね、こっからここまではちょっと全然違う説明してるから、ここの部分違うところかなみたいな感じでこうやってカットしたりするんですよ。ここもまた違うねやり方があるんですけど、一旦これをこうして、でここの後ろなんかこの辺とかに今の説明埋め込みたいなって時に、このページ送りをしてインサート P を入力すると、このクリップがあった場所にバコッとね左右にずらして詰め込むことができるんですね。こういうのとか、あとまあ属性だけをねペーストしたい時とか、そういうなんか普通のテンキーだと明らかに足りないようなこういうショートカットまで、ここでね、まあ、レイヤー分けすることでできるようになるので、この辺がすごくいいポイントですね。で動画編集の時って画面をね結構広く使いたいので、このファイルのこれとかをね、このバーを隠してるんですよ。なんですけど、この動画編集してる時にいちいちファイルとか開くのめんどくさいんで、例えばこのファイルエクスプローラーボタンがあれば一発でね、こうここのいつものページダウンロードとかにアクセスできるようになっているっていう、ここがめちゃくちゃ楽です。あとはまあ効果音ボタンっていうのがねここにあるんですが、効果音を押すとこの効果音が入っているフォルダ直通でもワンタッチでいけるとか、この辺がね動画編集してるとちょっと毎回潜るのがめんどくさいので、これが押せると最高ですね。こんな感じでここの素材が置いてあるボタンにワンタッチでいくとか、カット編集はある程度ねこういう感じでサクサクっとこう編集していったら、こっちの2番目のページを開いて、まあ、ファイルでどんどん上に B ロール足してったり効果音足してったり、あとはまあアートリストのこういうページを開いてみたりとか、そういうのでこのねページ分けができるショートカットを使えるのが最高なポイントかなと思います。本当にトバログ結構ね左手デバイスをカット編集で、まあ、めちゃくちゃ使うんですよ。っていうのもカット編集って結構ねこういうキーボード上のここを押しながらこっちを押して編集点追加みたいなとか、まあ、両手をねこの編集で1回で塞がれちゃったりもするんですよね。まあ基本的な操作こっちで行うのに、このねキーボードで2つ使うとこう行き来がすごく激しくなってしまうので、基本的にはそれをワンタッチでできるようにショートカットを追加していて、その通りにこうやってね手を動かしていくことでめちゃくちゃ時短につながるのかなっていう感じがしています。まあ、余談でそんなのキーボード上でここに割り当てればいいじゃんっていう話でもあるんですが、ここに割り当てるとカナ入力の時にショートカット効かない問題とか結構あるんですよ。テロップを日本語で入れた後にその後カット編集しようとすると日本語が入力されちゃうとか、そういう問題があるので、それをねこうわざわざこの英数ボタンを押さずに無変換で使えるようにこっち側でね、まあ、制御していくっていう形で使っていますね。まあ、左手デバイスは本当に無変換の状態でこのカットが使えるっていうのが魅力の一つかなと思います。でこんな感じでカット編集でも使えるんですけど、意外と面白く使えそうだなっていうのはアクションズリングなんですよね。アクションズリングは今ここに割り当ててるんですけど、これを押すとこんな感じでこのボタンの意味がさっきと違うんですよね。プレミアプロ仕様にちゃんとなっていて、こういう風に例えばね今シャドウを割り当ててるんですが、カラーホイールのシャドウをこうやって回すとこんな感じでホイールもねタイムラインじゃなくてシャドウの明るさにちゃんと合わせてくれてるんですよね。こんな感じプラスになったりマイナスになったりで、このね動画編集するときに、まあ、色僕は全然詳しくないんですけど、こういう風にねいつも毎動画色をこうやって合わせてるんですけど、まあ、こんな感じで色もね直感的に変えられるようになったりする点が、やっぱここ使いこなせるとめちゃくちゃ面白そうだなっていう感じがします。もう少しハイライト強い方がいいのかなとか、あと色温度ちょっと変えてみようかなとか、こういう微妙な変化とかが楽しめるようになりますね。あとシャープネスとかね結構使うんですが、こういう画像の編集とかもこうカチカチっとできるといいかなと思います。ただ今のところはちょっとね難点としては、タイムラインの速度をこれ5フレームずつにしてるんですが、5フレームずつに設定した状態だとこのアクションズリングの方もねなんか5段階調節になっちゃうんですよね。なので細かい調整が難しかったりするので、
う、まあ、そこの速度調整ができたらいいなとか、あとまあこれ結構無段階でカチカチカチって動くんですけど、行き過ぎたなと思ってコマンド Z とかを押すと、まあ、このね1ホイールのカチあたりにね1回このコマンド Z で戻る必要があったりするので、その辺がねこう一括で戻れるといいなとか、その辺の煩わしさは今のところ感じるんですけど、やっぱこれ使いこなせたらこのカーソルボタンとかでね、いつでもこうやって取り出して色の雰囲気とか変えたりできるんで、これは面白いですよね。やっぱこれ使いこなしたいな。であとトバログだとプレミアプロよりも最近はダヴィンチリゾルブを使うことも多いんですけど、ダヴィンチリゾルブでもさっきのねプレミアプロと全く同じこのキーの配置にすることで、ソフトのね違いの違和感を感じることなくね、これでバリバリ編集できるんですよね。例えばまあ本当にさっきやった通りなんですけど、こんな感じでもうこれでね2倍速再生をしてストップしてとかで、ここでね編集点、あここちょっと空いてるから絶対これ使わないわみたいな時はこうやってねカットをしながら移動したりとか、これちょっと編集してここカットだわみたいな時とかにちょっと穴を開けて、でここの間とかにこれでインサートペーストとかね、ここにあるんですがインサートペーストここに入れたりとか、であとねさっきと同じように素材庫とかもこうやってワンアクションで効果音のページに飛んだりとか、そういうのがね現状できるようになっているので、かなりまあこの辺ねソフトいくつか使う人にとってもかなりシームレスにいろいろと設定できるんじゃないかなと思います。でこんな感じでクリエイティブツールはもちろんなんですが、日常の作業でも結構ね便利に使えることが判明しています。ちょっとね見せたいんですよね、これを早く見せたかったんですが、まあさっきもねざっくりと設定ページで紹介したんですが、トバログの場合はこれデフォルトの状態だと一番ね1ページ目が結構よく使うショートカット類を入れてるんですね。で2ページ目にこういう風に Apple Music の音楽再生だったりとか、よく使うアプリケーションをここに設定しています。で3枚目だとこれはね基本的にメール返信用のページなんですけど、まあ、英語で住所ワンタッチで入力するとかそういうのをね入れて今トバログは使っていますね。ちょっと簡単にお見せします。まずこれがねやっぱ超便利なんですが、このワンタッチでファインダーどこにいても表示するボタン、これがねめちゃくちゃいいです。ここのね左右は画面遷移ですね、こんな感じで画面遷移のページで、例えばここで大画面でいるアプリとかにこのねシュッっていうトラックパッドというシュッっていうやつをここに割り当てることで、本当にこのワンタッチでね画面の行き来ができるんですよね。こっちでこの両手を使ってこうショートカットしなきゃいけなかったんですが、それがこうワンタッチでできるようになったことで、ここがねすごくいいポイントです。でこっちの画面にいてもこのワンタッチでファインダーを開けると、この辺がすごくいいです。であとローンチパッドいつでも開けたりとか、あとまあデスクトップ一発で開くボタンとか、 YouTube をねこうやってワンタッチで開くとか、こういうアプリケーションとかワンタッチで開くのすごい便利ですね。であとミュートとかね。で2ページ目はまあこういうのなんですけど、肝心の3ページ目ですね、これは結構ねちゃんと紹介したい。例えばねメール返信とかって結構めんどくさいじゃないですか。そういう時にここであらかじめ自分がよく使うテキストを定型文としてねコピーさせておくことで、例えばこの前向きっていうところを押すとガッとこんな感じで、これめちゃ良くないですか。まるまる様お世話になっております、仕事の件はこちらで媒体まとめていますとか、一時期は結構チャット GPT にねこの文章の返信考えてくださいとかやってたんですけど、まあ、よくよく考えればこれ一発で定型文でちょっと変えるだけでいいんじゃねっていうのもね思ってきて、今回ねこれ導入してみたんですがすごく楽ちんになりました。であとねお断りする文章もこんな感じで辞退させてくださいみたいなのをワンタッチで入力したりとか、あと結構ね意外と使うところだと住所入力とかですよね。住所とかに関してもここでワンボタンタッチって押すだけでこういう風にね、まあ本当にここに送付してくださいみたいなのを入力できるので、会社の住所とか、まあ、家の住所とかそういうのをねワンタッチで、まあ、ここで設定しておくとかもすごく良さそうです。で意外とトバログ外資系の仕事とかも多かったりするので、英語でね住所をこんな感じで、まあちょっと今回は仮のものなんですけど、こういう風に入力しておけば、あれ住所どうやって書くんだっけみたいなとかもなく、ここでねワンクリックで住所が入力できるのが最高な感じですね。でそんな感じでメールの返信とかその辺はもちろんなんですけど、この口座番号を英語で覚えておくとか、
会社の法人口座とか、あとまあ適格事業者番号とか、意外とそういうのね送ってくださいみたいなことがあるんですけど、その度にね、まあ探してメモを探して入力するのめんどくさいので、その辺一元でねこのまあショートカットで割り当てておくと一発で送れて便利かなと思います。これに関しては本当にたくさんレイヤーを分けておけるので、3ページ目以降でね適格事業者とか、まあ本当にメールのコピペだったり、よく使うツールのコマンド入力とか、そういうのがね一発で入力できるのが熱いですね。結構こういうのって天気とかだとね、マクロでこの入力する順番とかしっかり覚えてね入力しないといけなかったりするんですが、ロジオプションズプラスだとこの辺テキストをコピペして、それをねここにまあ設定しておいたりもできるので、そういう使い方がかなり便利かなってところですかね。はい、っていう感じでいろいろと使い方とか、こう使うと便利だよみたいなのを紹介してるんですけど、まあ実際に使ってみてどういうところがいいのっていうのを紹介しようと思います。まずいい点なんですけど、いい点としてやっぱ小さくて持ち運びやすいというところですね。まあ、左手デバイスって結構ね、まあ、天気タイプもそうなんですけど、割と大型なものが多かったりするので据え置き前提だったりするんですよ。そういう時は外で使えなくなっちゃうんですが、これはね結構コンパクトなので、まあ、これごとこうやってねリュックの中に入れておいても全然かさばらないサイズ感なんですよね。そこがまずいいなって思うのと、あとまあ2つね分割されていることによって、例えばまあ、家でこっち使うけど普段トラックパッド使うから今日はこっちだけでいいかなみたいな時も、こうやってねガジェットポーチの中に忍ばせやすいサイズ感っていうところがすごくメリットなのかなと思います。デスクトップだけじゃなくてノート PC と合わせてね会社で使うっていう使い方もまあしやすそうですよね。でいい点2つ目としては、やっぱりアイコンが視覚的に分かりやすいっていうところですね。これやっぱいいなと思うんですけど、結構テンキーとか、まあ、ダイヤルとかね細かくついてたりするものでも何のキーをどこに割り当てたかとか結構忘れちゃうんですよね。一応ソフトウェアごとに切り替えられるって言われても、あどれにどれ割り当てたっけとかね結構混乱しちゃうんですけど、その辺がねこのディスプレイがついてこうボタンの意味がねちゃんと表示してくれることによって、まあ、どのボタンをどこに割り当てたのかが一目瞭然なんですよ。ここが本当に初めて左手デバイスを使うっていう人にとってもすごく分かりやすいんじゃないかなと思います。であと3つ目としては、やっぱりこのいろいろな機能を想像以上にちゃんと割り当てることができるというところですね。最初見た時は結構初心者向けのなんか左手デバイスかなと思ったんですけど、ソフトウェアのね設定項目を見ると本当に定型文がっつり500文字入力できたり、まあ、機能をねここにプロファイルからダウンロードしてつけるだけじゃなくてマクロを組んだりとか結構細かくその辺もねいじることができるので、本当に、ね、幅広い層に使いやすいんじゃないかなと思います。しかもアプリごとにダイヤルパッドもキーパッドも設定が変えられるので、その辺ねすごく嬉しいですね。特に動画のショートカットって動画でしか割り当てて使わないので、そこをね動画だとこの設定なんだけど、普通のウェブページに戻るとこういう設定になるとか、そういうね使い分けがしやすいのがすごく嬉しいポイントかなと思います。で逆に気になる点で言うと、もう少しねボタンの数があるモデルもあると嬉しいなって感じですね。例えばこれ9個しかキーがないんですけど、14個ぐらいあるとテンキーとしても割り当てができたりするし、ダイヤルパッドに関してもここでカチッとね押すとボタンになってるとか、ここもねボタンになってたりとかして、まあ、中央クリック的な感じで使えるといいなとか、あとまあこれがね結構ヌルヌルな操作感なので、ここをシャーってやってベアリングでねグーってこうなんか感性でこう回転してくれるタイプとかだと、よりね動画編集でも使いやすいのかなっていう気はしますね。まあ、気になる点2つ目としては、やっぱ両方ともね無線接続ができると熱いなっていうところですね。無線だと結構どこに置いてもそんなにね邪魔にならないので、まあ、その辺ね実現してくれると嬉しいんですけど、一応ね話を聞いたところ、やっぱりこの2つとも無線だと混線するリスクみたいな、そういうのがねあったりするらしいので、その辺の混乱を防ぐためにまず1発目ということで片方は優先にしているみたいな話をされていました。まあ、現状だとそんなところですかね。あとはまあもっとねフィグマとかダビチリゾルブとかクリスタとかね、そういういろいろなツールに対応してくれたらアイコンをねこう着せ替える楽しみとかできていいなって感じなんですけど、現状はまだ発売されたばかりというところで、今後ね対応ソフトは増えていくみたいです。
たいです。さっきも紹介したんですけど、 Adobe の、ね、ツールに関してはこの、ね、コンプリートプランが3ヶ月間使えるチケットが入っているので、これを使ってとりあえずツールを触ってみるのがいいのかなと思います。はい、というわけで今回はロジクールの左手デバイス MX クリエイティブコンソールについていろいろと、ね、紹介してみました。いや、これはね結構いいなと思いますね。実際トバログ動画編集のカットとかでしかね、あの左手デバイス活用してなかったんですけど、今回のクリエイティブコンソールはね本当にいろんなツールで使えるので、メールの定型文ワンタッチで入力したりとか、あとまあね動画のカット編集だけじゃなくて、編集のところで効果音のこのページ出すとか、そういうのをね細かくいろいろできるようになったので、本当に今までよりも使える幅が広がってめちゃくちゃ楽しいですね。本当にねカット編集だけで言ってもやっぱ使うのと使わないのだと3倍ぐらいね時間効率も変わってくるし、メール返信とかもやっぱ1時間とか2時間かけて返信してたのが、まあ、30分とかで収まるようにもなってきているので、まあ、この辺のね時間効率を考えると日常の作業時間が 1.5 倍になったかのような感じがして、この辺ちょっとおすすめしたいポイントです。はい、というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ぜひ気になった人は概要欄からロジクールのページに飛んで詳しくチェックしてみてください。そしてこの動画気に入っていただけた方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。